展示するっていうことはもう最後の写真展だっていうことを決めて、まあ、撮り続けたっていう。最近写した津別の光景農村風景と、それからちょっとおやっと思う現象、そういう写真をちょっと展示してみました。はい、テーマはね、感動の出会いっていうことで、一応僕がこうカメラを持って歩いてて、でわあこれはいいな、これは今撮らなければ重要な感じでシャッターを切って、長年、まあ、40年50年写真やってきて、やっぱり、まあ、自分の体力的なことも考えて、まあ、これが最後ということで、最後って決めてるから、もう撮る意欲もないし、最後に撮ったのはそこにある木枯らしの写真ですか。あれが最後の写真なんですよね。写真というのはやっぱり、どういうふうに切り取って表現するか、ここを訴えたいんだっていう、そういう写真を僕は撮ってるようなつもりなんですけれども、写真というのはもう真実バチッと、もうこうだったんだこうだっていうこと分かるっていうことで、訴える力っていうのはものすごいものがあるんじゃないかな。そう思ってますね。昔から写真は作品を見てきたんですけど、改めてさすがだなっていうか、5、6年も一緒にというか写真を教えてもらった、同じ趣味というか同じことをやってきたので、まあ一回ぐらいはやってみたいなとは思ってたので、今回念願かなってという感じですね。嬉しいし、まあ、孫もこれからこれを機にもっと写真に対して見る目がちょっと変わってもらえれば、少しでも成長してもらったらありがたいな。写真をまずですね、ゆっくり見ていただきながら、私たちもイベントがすごく久しぶりになりますので、聴きどころは懐かしい曲いろいろやりますので、もう津別の風景なども思い浮かべながら聴いていただけたら嬉しく思います。8月21日日曜日10時より津別町中央公民館でお待ちしております。よろしくお願いします。来てください。あなた輝く街、テレビロートテレビ。